身を守れるんですね。まあ、これが防衛の役割ですよね。ただし結局は、はい、心理カウンセラーの南優太です。今日はですね、愛着障害、複雑性 PTSD、 アダルトチルドレンなどの中でも回避型愛着に当てはまる方に向けてのお話になります。まあ、回避型愛着の方が、自分の中で自己肯定感を育んで自分らしく生きていくための方法についてお伝えしていきます。まずですね、回避型の方とカウンセリングをしていて、まあ、必ずと言っていいほど話題に上ることがあります。まあ、これはあるあると言ってもいいですね。一つは仕事が続かないです。これは本当に多いご相談ですね。つまり仕事が続かない、これ分解していくと何が起こっているか、職場の中で何かしらの人との間での、まあ、不安を感じた時にピュッと逃げちゃうんですね。まあ、逃げる、つまり回避するってやつですね。こういうのを僕は防衛って呼んでいるわけですね。自己防衛のための戦略ですね。これは一つのね、防衛っていうのは意識的無意識的に自分の心のバランスを保つための方法で、過剰になると、生きづらさの源になります。で、例えばですね、職場で自分の本音を言いたいと感じました。この青ゾーンっていうのはその人の等身大の感情だったりとかね、意見だったりします。本音がある、でもそれを言うとなんか怖いことが起こるんじゃないか、怒られるんじゃないか、嫌われるんじゃないか、ね、拒絶されるんじゃないかっていう恐怖がすごく強い方たちですので、そういう恐怖があるすると、だから回避してしまう。人と触れ合って、ぶつかって傷つかないようにあらかじめ避けるんですね。で、その時は実は、傷つかない方を選ぶので、回避できるので身を守れるんですね。まあ、これが防衛の役割ですよね。ただし結局は自分の本音を言えないまま、もしくは人に自分の深い部分を見せられないまま、ですので、こう仕事でどんどんこう息苦しくなってきてしまう人が多いですよね。で、例えば辛いっていう本音だったりすると、これ以上仕事抱えたくないと思ってるのに引き受けすぎちゃうわけですよね。嫌だって言えないので、嫌だということを回避してしまう、避けてしまう。するといいよいいよって無理して引き受けてしんどくなって仕事辞めてしまうっていう人が多かったりします。つまり結局はですね、こう生きづらくなってくる、行き詰まってくるんですよね。で、それで何回も何回もそのパターンを繰り返して仕事を転々としてしまうっていう方がとっても多いです。で、こうした方たちにですね、すごく伝えたいのは、本当にね、こう何て言うかな、こう人と、接する時の恐怖心っていうのは、なかなかね、一人で取り組んでも消えないですし、避ければ避けるほどね、人間関係をどんどん、薄いものにしてしまう、希薄なものにしてしまう。そうやってどん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 自分で自分の居場所を奪っていってしまうっていうことがありますよね。ですから、その状況からなんとかね、抜け出したいって言って僕のところに来られた方たちに本当にね、リスペクトの気持ちを感じますし、なんとかね、いい方向に行くために勇気をね、出すきっかけとしてカウンセリングを利用される方もとても多いですから、ぜひ、ね、諦めないでほしいっていうことなんですよね。で、その上でですね、この回避型愛着の方たちが本気で変わっていくためには、やっぱりですね、回避という防衛が少なくとも役に立ってしまっているっていうことをまず認めるっていうこと、まあ、気づくっていうことですよね。気づく、この回避の防衛にはメリットとデメリットがあります。そしてその回避をする人たち、回避メインの防衛をする人たちっていうのは特徴があって、やっぱり逃げ癖がついちゃう、回避癖がついちゃう。そうすると、回避してる方がメリットが大きい間は回避し続けてしまうんですよね。で、行き詰まってしまうまで結構ね、時間をそっちの方に、回避の方に使ってしまう人が多いです。で、それとってももったいないことなんで、実はデメリットの方が大きいんじゃないかなっていうふうに一旦ここで考えてほしいんですね。これをメリットデメリット分析って言います。これは一般的に
心の防衛を手放すのが難しい人ほど最初にやった方がいいことの一つですね。メリットデメリットを分析するんですね。こうやってこうすぐね、自分の本音を言うことを恐れて、もう恐れすぎて回避する、そうやって結局は自分の居場所がなくなってしんどくなってしまうというパターンをずっと何年も繰り返してきたけれど、それによってどんなメリットがあるんだろうと。よくあるのは傷つかないで済むんですよね。それから人に期待しないで済みます。裏切られて傷つきますからね。ですから期待しないで済みますよね。そうするとそういうメリットがあるので安心なんですよね。一時的には、短期的には。ただし長期的にはやっぱりすごくしんどくなってくる。でその時にですね、考えてほしいのは、これ意外とね、考えていらっしゃらない方も結構いらっしゃったりします。1ヶ月先、3ヶ月先、半年先、1年先、まあ、5年、10年と先を見た時に、あなたの仕事面、それから人間関係の面、それからあなたの労力ですね、エネルギーの面ですよね、体力とか、それからあなたの経済面ですね、お金の面、そういったもので一回ね、計算をしてほしいんですよね。一体、変わるために例えば回避をやめるという決断をして、例えばね、いろんな方法を試す人もいます。勇気出して自己開示、自己主張をするという人もいらっしゃいますよね。そうした行動を取ったり、もしくはカウンセリングを受けるという選択をする人もいます。まあ、そうしたね、何かしら自分を変えるための行動に一歩踏み出すのか、それとも回避したままの人生を送るのかっていう、この2つを比べて、損失額とか、失うものっていうものを、それから得るものっていうのをそれぞれね、書き出して比べてみてほしいんですよね。それがね、とても役に立ちます。でこうした方たちっていうのは、目先のって言ったら悪いんですけども、目先のメリットにどうしても目がいってしまって、すごい傷つきやすい、不安だってなってるんで、目先のメリットに目がいってしまって、なんかこっちの方がね、こっちしかないような感じがね、したりするんですけど、実際にはよくよく考えたらデメリットの方が大きいっていう人生を歩みがちですので、ぜひ多くの方のね、これは共通点だ、あなただけの問題ではないんだっていうことをまず知っていただいた上でですね、自分のためにメリットデメリット分析をぜひぜひやってみてほしいなと思います。はい、今日は以上になります。ぜひ参考になさってください。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。概要欄のリンク先から公式 LINE や無料メルマガへご登録いただけますので、ぜひそちらもご覧ください。